はい、おはようございます、ナギです。次はツイストの黒金、サラマサルさん、かっこいいですね。昔はほんまにかっこいい兄貴やったけど、今はドラマに出られて渋い演技をされてますけどね。まあもう70代に入られたので、みんなおじさんですね。僕だってもう60代半ばなんだから、当然かいう感じやけどね。まあ、いきます。セラさん、かっこよかったね、あの時代ね。いきます。ツイストで、引き金、愛想づかしの言葉がダメなあんたに似合いさと、いつもお前は笑うのさ。男の心の裏側に唾を吐きかけなじる、そんなことのできるやつ、まるで素肌を晒しといて、思い出一つも残せない、悲しい女になっちまったよ。つないつない、つんだいつんだい、今夜こそお前を落としてみせる。泣いた時間の中にだけあんたとならいてあげると、いつもお前はそう言った。気だるい愛を背負ってはとても生きちゃいけないと、お前の体は泣いている。まるで素肌を晒しといて、傷跡一つも残せない、苦しむ女になっちまったよ。つないつない、つないつない、今夜こそお前を落としてみせる。かっこいいですね。すいません、美味しい。つないつない、つないつない、今夜こそお前を落としてみせる。つないつない、つないつない、今夜こそお前を落としてみせる。つないつない、つないつない、今夜こそお前を落としてみせる。かっこいいっす。なぎでした。